ちょっと白く薄く見えてるこれが球です、はいはい、冬の間にしか行われていないキウオの漁、現場に行って見てみましょう。こんにちは、川魚屋魚重店長、そして琵琶湖博物館学芸員の金尾重文と言います。この川魚屋魚重というのはですね、琵琶湖のお魚と人との関わりというものを紹介するために、琵琶湖の魚を食べるという文化を紹介するコーナーなんですね。ショーケースの中には琵琶湖の古魚料理というものを季節ごとに紹介しているんですが、今回は冬の味覚ヒウオの釜揚げを紹介したいと思います。ヒウオというのは図鑑には載ってないような魚の名前なんですけど、アユの稚魚のことを指します。アユというのはですね、秋に産卵して滋賀県の場合は琵琶湖に稚魚が流れ込んで琵琶湖の中で育つものなんですが、12月から2月までの間の時期ですね、漁獲して食べることができます。この冬の間にしか行われていないこのヒウオの漁、それが釜揚げになるまでをちょっとこれから現場に行って見てみましょう。というわけで現場にやってまいりました。ここはですね、滋賀県の北の方にある高島市牧野町という場所の海津漁港です。だいたい琵琶湖博物館からはですね、車で1時間30分ぐらいの場所に来ておりますが、これからですね、ヒウオ漁を見学させてもらいたいと思います。今日お世話になります海津漁業協同組合の中村製作さんです。お願いします。中村さん、よろしくお願いします。じゃあ早速漁に、はい、行きましょうか、はい、ましょうか、はい、お願いします。海津漁港を出て、これから絵にのある場所へ向かうんですけど、ちょうどこっちに見えてるこの山のようなもの、これが海津大滝といって、春はすごい桜で有名な場所ですね。エリっていうのは岸から沖合に向かって魚が移動する性質を利用して取る定置網のようなものなんですけど、岸からずっとまっすぐグラスロッドと網が張ってあって、その先にですね、壺と呼ばれる魚が集まっている場所があるので、そこに行きます。1個目の壺にやってきまして、網が袋状になってて、その中に重しが入っているので、今それを皆さんこうやって引き上げてます。魚の入り口っていうのがここの船の今先のところですね。こうちょっと狭くなってるんですけど、沈めてる網をだんだんこれから上げていくので、そうすると魚が見えてくるっていう。水深何メートルぐらいなのかな。もう10メートルはあるかなっていう。10メートル以上あるかな、うん、全部の重りを上げていくと、今度は端っこから網を上げていってこっちの方へ寄せてくる。袋になってる底がだん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 上がってきて、こっちへこっちへ寄ってきて、最後ここで上げてこの中に入れると。これがなんかこっちでは投資とか呼ばれるやつで、この中に入れて目の細かいものは下をすり抜けてこっちへヒウオが出ていく、大きいものはその後選別をしてこっちへ出ていくっていう。ちょっと白く薄く見えてるこれがヒウオ、はいはい、これが今選別をして分けたやつで、ワカサギとかあとイサザとかそういうのが入ってる。これが、ね、琵琶湖固有種のイサザっていう魚で、これはもう本当に琵琶湖の北湖にしか住んでない。だいたい4月ぐらいが産卵期なんで、まあ、もう大人になる感じですけど、これ多分琵琶湖の一番深いところぐらいまで住んでる。水深90メートルとかそういうとこでも住んでるのが見つかってる。これスゴモロコっていう鯉の仲間。アユに形が似てて細長いけど、背びれと尾びれの後ろにはあんまり脂びれっていうのがなくて、それがアユとかとの違いですね。じゃあちょっとどんなんかこう見てもらうと、こんな感じの透明な鱗がまだできる前の時期で透き通って見えるんで、大きいやつでだいたい7センチぐらい、
もうこの時点でもうよく見るとちょっと油びれのようなものが見えてたりもするんですね。このまあこれはまだはっきりしないですけど、琵琶湖の中でこれを見つけるっていうのはなかなか難しいですね。琵琶湖の中の動物プランクトンみたいなものを食べているので、そういうものをだんだん食べていって鮎の姿になっていって、大きくなっても琵琶湖の鮎っていうのは動物プランクトンを食べて、まあ、川に上がっていくやつが今度は川の底にある、まあ、いわゆるみんな苔って呼んでる珪藻とか卵巣を食べて大きくなっていく。早いものでは4月ぐらいから川に上がってくるやつもいるんですけど、琵琶湖にいたり川の上流にいたり川の下流にいたりっていうので、いろんなところで見ることができるようになりますね。それではですね、水揚げされたヒウをこれから料理していきたいと思うんですが、中村さん、はい、このヒウの釜揚げの作り方って、僕のやり方はちょっと塩を入れて、はい、お湯を沸かして沸騰したところにヒウを入れる、ただそれだけです。至って簡単と。もう簡単です。ザーッと。これ大体何分ぐらい？僕はもう一回沸騰してから、はい、どうかな、3分ぐらいかな。3分ぐらい、はい、茹でるそうなので。できました、釜揚げです。でこれをザルの方にこう広げていく。家でやっててもちっちゃいザルでやると重みで下のやつがちょっと潰れちゃったりもすることもあるんで、なるべく大きなザルとかで広げてやってあげた方が綺麗にできるかなと。ご家庭でやるんやったら新聞紙敷いて、その上にキッチンペーパー敷くといいかもしれませんね。キウオの釜揚げの完成です。あ、綺麗な色してますよね。で、ところどころにちょっとピンク色のものが見えると思うんですけど、混ざってるエビがこうやって釜揚げにすると赤くなるので、あ、いた。これですね。これ見えますか。ヨシノボリの仲間ですね。滋賀県ではゴリとかウロリとか呼ばれるんですけど、こういうのもちょっとこの中に混ざってるっていうので、そういうのを探しながら見てみるのも面白いんじゃないかなと思います。食べてみましょうか。じゃあ、はい、僕酢味噌で、はい、じゃあ僕醤油でいただきます、はい、酢味噌を絡めていただきます。本当にヒウオの味というか、こう見えても鮎の味がちゃんと入ってるんですよね。うん、美味しいです。硬そうに見えて実はでも柔らかめなんですよね。うん、美味しいめっちゃ上手に上がってますね。やっぱ良かった。うん、バッチリ良かった、うん、うまい。中村さんに合格点もらいました。これ以外にヒウオの料理としては佃煮とかですね、かき揚げを作られるという料理なんかもあったりします。本当に冬のこの季節しかこのヒウオの味は味わえないので、ぜひ皆さんチャンスがあったらですね、このヒウオの料理楽しんでもらえたらと思います。中村さん、今日朝早くからありがとうございました。ありがとうございました。さて、ヒウオの漁やヒウオの釜揚げといった料理いかがだったでしょうか。季節によっていろんな魚の味を味わえるのは琵琶湖の特徴でもあるので、ぜひこれからも皆さん琵琶湖の魚、そしてそれだけではなくてこういう料理も楽しんでみてください。それではまた。